フランティシェク・クサベル・デュシェックは、チェコの作曲家、クラビーア奏者、モーツァルトの友人として歴史に名を残している。生前は、フランツ・クサーバー・デュセックというドイツ語名で有名だった。ソナチネアルバムで、デュセックと呼ばれて、有名なヤンラギスラフ・デュシークと混同しやすい。ウィーンで、ゲオルク・クリストフ・バーゲンザイルにチェンバロー指持し、1 7七十年頃、プラハにおいて自らも、 鍵盤楽器教師として成功する。作品に、クラビーヤのための競争曲やソナタ、変奏曲のほか、公共曲や、弦楽史重奏曲などがある。コシジェの自宅はしばしばモーツァルトが訪れ、1787年に、歌劇、ドンジョバンニを、1791年には、キクステイの慈悲を完成させている。モーツァルトが滞在したことのあるプラハのデュシェックテ ベルトラム家は今なお残っており、デュシェックの記念館になっている。デュシェック夫人ヨーゼファ・ハンバフハーは、元はデュシェックの弟子であり、自らもピアニストや声楽家として名声を博した。彼女の祖父は第一回律の責務の台本を書いた文筆家で、ザルツブルク市長のイグナーツ・アントン・バイザーである。ありがとうございます。